何展示みたいなノリで来るの。え、宮城くん原神知ってんの。原神はもう分かるよ。何どういうこと。今原神がやばいから行くよ。はい行くよ。どこに。お出かけ。いや、嫌だ嫌だ。暑いもん、そこ。でも原神も同じぐらい暑い。行こう。ね、お出かけしよう。どこに行くの。だから神奈川県。は無理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 。行こう、江ノ島。江ノ島。うん、無理だよ。ちょっと持ってて。無理なことないでしょ。いや無理だってさ、さ無茶ぶりやめてくれ本当に。マジで宮城とかに住んでるわけじゃないんだからさ。ね、見てよこれ。え、何これ。このツイートで見たんだけどね、ここに行こうって。これ原神のキャラクター。カウちゃん。あ、早いね。うん、私もここに写真撮りたいの。そうなんだ。だから今日おしゃれしたし。無理無理無理。ん、手もギャル。なんかちょっと田舎の子供ギャルみたいな、ね、本当にちょっともう一人で行ってください。それはもう、行こうよ。無理無理、本当に行かないの。夏なのにお出かけみんなしてんのに、他の家族はみんなしてんのに私だけ連れてってもらえないの。家族じゃないし。そうやね、ごめん。おかち、今日はお父さんが唯一の休日だから休ましてやってくれよ。お父さんのこと。唯一の休日だから子供のこと連れて行くのがパパの仕事でしょ。パパはね、もうちょっとあなたのお父さんじゃない。は？はは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 はねえパパ。というわけで江ノ島行きました。イエーイ。とりあえず来たけど何楽しみ。楽しみじゃない。え、めっちゃカッコノリノリじゃない。なんでサングラスしてんの。おしゃれしたの、そのカバン。クロックスだけど日向すぎるから暑いかん。暑すぎる。うん、とりあえず日陰行こう。行くよ。待って、嘘でしょ。え、これ観光すんの今。いや無理無理無理、ごめん、はい、ありがとうございました。行くよ。本当に無理だって。行こう。はい、はい、行きますよ。ナイスのサングラス。え、やっぱちょっと陽気なのかな。向こうもかけたい。ちょっと待ってね。あ、結構いいな。いや全然眩しくないんだ。すごい、これ眩しくない。前がかけたらなんかおばちゃんみたい。おばあちゃん。はい。さあ、お疲れさん。え、おいおい、いや、どっちな。ごめんなさいよ。ごめんなさい。ここは今から登るってことですか。うん、よし、行くよ。なんでこいつこんなノリノリなの。宮城くんずっとさ、家にいるだけでさ、夏とか楽しんでないでしょ。いや、お前もどっちかさ、夏苦手だろ。とりあえず何したいの。観光。食べ歩きもしなきゃ。なんかいっぱい美味しいもの食べようよ。今夏休みらしい。そうだよ。もうね、最悪だよ。俺ら YouTuber だから、休みの期間出歩かなくていいの。キュウリとかどう。なんで一足聞かない。浅漬けキュウリ。うまそうよね。一本食べよう。ね、言って。浅漬けきゅうりを、2つお願いします。はい、500円です。はい、お取りください。ありがとうございます。いただきます。セーフリー。うまっ。うまい。なんかでもニンニクの味するんだけど。ニンニク嫌いな人類おるの？は？ニンニク嫌いなんて男じゃねえ。ちょっと思ったんだけどさ、あの人が多すぎて暑いじゃん。これみんな観光しに来てるんじゃなくてさ、苦しみに来てる。ド M ばかりだ、ここは。ド M の聖地だ。みんな楽しいのかな。ちょっと待って、懐かしいとこ来た。江ノ島初めて2人来た時ね、うん、ここに泊まろうとして俺宿取ったんよ、ここに、うん、俺来る日を間違えてて1日ずれてたんよ。そうだ、前日に来ちゃってて江ノ島に。だから行ったらやってないの、おかしいなと思って。ここどんな旅館だよと思って、ふざけんなよと思って電話したら間違えてますよって言われて。これなんだろうね。タコせんべいだって。これ食べたい。食べたいの。絶対美味しいよ。何言って？うん、ダメ。本物なのかな？ありがとう。やったね。すげえ。待って。ヤンコ。めっちゃ近くに猫来た。かわいいな。うまマジうまい。ああ、ネームカム食べたい。これでどこ食べても俺と完成中だね。返して。なんか思ったよりでも早かった、うん、もっと並ぶかなと思った。どうな今友達。友達の距離感。今急接近してびっくりしたな。もうおばあちゃんかと思った自分の。あ、え、突然俺からの好感度上げに来るやん。やめて。ときめいた。今ちょっとときめいた。あのさ、チョコで食べるのやめてもらえる。さっきあんたの部分折って渡してんの。ちなみにな。なんだよお前、ふざけんなよ。もうこれしかなくなった。めっちゃ食ったねあんた。江ノ島この奥何にもないイメージなんだけど、何があんの。この道以外何あるか分かんない。あ、なるほど、こういう感じか。こっちのエスカレーターで行くか、この階段登って上に行くかっていう、どっちかなんじゃない。最後の死の分かれ道みたいな。
え？なにこれ？すごいな、なんかな。なにこれ？涼しいね、真っ暗だ。見て。どうした？クレオパトラ。ほんとクレオパトラだ。めっちゃいいね。ここ映してんの？これあれじゃない？お賽銭入れるやつじゃない？あれに入れるの？うん、やって。そう、やってみてよ。五円玉。あった。いくよ。ちょっと私の敵打って。やばい。ありがとうございました。ね、おみくじ引こうよ。これ宮城くん、そのか。はい、じゃあ行きましょう。私はこれです。これ。小吉だった。小吉じゃ、小吉やで、それ。中吉でした。もう一回引こうかな。いや、あかんってガチャちゃうよ。焦れば焦るほど苦しみが多く、損をし、災いが来る。今日だから焦るなってことよ。ソウルはいかんよ。はい、結びますよ。上の方来ると涼しくない？涼しい。全然さっきと違うね。てかもうこっちやってみたかった。何これ？紙になってて、お水にこうやると浮き出てくる。ええー、面白。なんかこれ、こんなと真っ白なんだよ。ええー、なるほどね。いくよ。おお、すごい。大吉。本当は大吉引けないね、君。なんかダサくね、俺。めっちゃすごい。ん？なになに？おお、すごい綺麗だね。めちゃくちゃ綺麗ですね。でも一つだけ言わせてほしい。この景色よりお前の綺麗だよ。先にありがとうって言っちゃったよ。なんかもう一個上登れるっぽいよ。登ってみよう。お、頂上出口って書いてあるよ。あ、ようやく頂上か。でもなんかこうやって友達に誘ってもらったおかげで、今年初めて夏感じられたかもしれない。嬉しい？嬉しいのかな。楽しいってこと？暑い。すごいよ、見て。すごこれ、どこゴール？モカはね、電信のさ、写真見せた場所探してんだけど、どこでもない。あ、一番最初見せた写真？そう、それと一緒に写真撮りたかったんだけど。いや、泣くね。こうなんて。原神ってさ、前さ、俺ら動画でさ、スシロー食いに行かなかったっけ。なんかコラボキャンペーンみたいなやつやってた。そう、スシロー一緒に食べに行った。寿司、寿司、寿司、幼稚園生。マヨコ、マヨコ。水間にゲームしてんの？ゲームしない、いつまでも。今テンちゃんと一緒にゲームしてたんだよ。テンちゃん、君何してんの？はい、もういいか、寝る時間だよ。小学生寝る時間。え？見て見て。何何？あ？あ、これが原神？すごいリアルじゃない？もう自分がこんな感じみたい。なんかこれオープンワールド的なやつなの？そう。お前オープンワールドの意味わかってる？わかる。開けた世界。おお、かっこいいやん。ちょっとそのままな気もする。あの時から君ハマってんの？うん。やってんの？俺もちょこちょこやったけど。うん。面白くない？ずっとやってんの。知らない人おるよ、原神。最初に兄弟がさ、分断されるんだよね。あ、そう。引き裂かれて。その人探しに行くみたいな。そう。で、キャラクターをどっちか選ぶ。男の子と女の子の兄弟。そう。そんで、7つの国を冒険して、うん、試練に立ち向かうぞ。かっこいいな。君が RPG ハマるのなかなか珍しいな。そう、RPG 苦手だからさ、えぇ、ー、ってなっちゃうんだけど、うん、なんか楽しい。なんか神社かも。ん？神社だからなんかなさそう。この先何もない。わかんないけど、でも神社だよ。違うのかも。あの写真とこはないな。どこにあんだろう、マジで。ちょっとネットで探すか。とりあえずご飯食べない。え、お腹すいたん？海鮮とソフトクリーム食べたい。暑いし。ここにしよっか。え、おいしそう。行こうぞ。やばい、涼しい。よいしょ。後ろめっちゃこれ綺麗になっちゃう。すごい。すごいな。はい、ご飯。ここからと、うん、甘エビの唐揚げがいい。さっきタコ食ったのに。あ、でもお刺身でもいいよ。どっちでもいいな。じゃあお刺身と、うん、タコから。オッケー。だいぶ食うな。広島ってなんかシラス丼のイメージあるよな。シラスいくら丼にします。いいじゃん。美味しそうじゃない？美味しそう。届きました。めっちゃ早い。めちゃくちゃうまそうやね。美味しそう。美味しそう。いただきます。イカです。うまそう。めっちゃうまいわ。
はい、というわけで食べ終わりました。美味しかったですね。美味しかった。とりあえずじゃあ探しに行きます、その原神のやつ。うん、探そう。この先はもう何もないんだ。一回下降りてる。一回下降りてる、うん、下の可能性出てるか。だとしたら俺ら見過ごしすぎだけどね。やばい、これぐらいの時間がちょうどいいね。でもなんかちょっと雨降りそう、うん、やっぱでもさ、あと江ノ島はさ、海じゃん。海行って水着の女の子みたいな。ちょっと海行かない。私の胸が見ないでってことでしょ。そういうことでしょ。今恥ずかしいよ。何が恥ずかしいんだよ。胸が小さすぎて恥ずかしいって。いっと、えそんな小さいないよ、大丈夫だ。そんなコンプレックスに感じることないから。感じてなさそう。もっとお前堂々と胸張って歩け。あれ食べたい。どれ。アイス食べたい。アイス食べたいの。いいよ、じゃあ食べよう。いっぱい食べたよ、もうお腹出てきた。食べ歩きじゃん、完全に。原神のために来たんじゃないの。でも、働かざる者食うべからずみたいな。戦いはご飯食べてから行け的な。うん。まあいいですよ、心優しいんで。次はないよ。コミッションや。プレミア一つと湘南ゴールドもらっていいですか。ありがとうございます。おいしい？そのと食べよ。見て、デロデロ。デロデロじゃない？でもこれ500円高くね。でもこれめっちゃうまい。いやちょっとさっきのもかって面白かったな。弱者って感じしたわ。いや俺がもしそんなこと食べたら、おい、俺ざけんな、おい。でも、パッと来い。おい、言ってるから。そんで結局君が探したやつどこにあると思う？反対側とか。江ノ島に反対っていう側にある？ねえ、やばい、こっからどうする？もうそれパクよ。ありがとう。おい、これさ、湘南高等台っていうらしい。港にあるってことだ。だから地図で言うと、今俺らここら辺いて、湘南高等台がここだから逆だね。ここ行って何したい？写真撮りたいの？そんな好きなの？あ、そう、行こう。え、行ってもええよ。ほんと？でもなんかさ、原神のなんかストーリーって俺らみたいだよ。タコってこと？だから男女じゃん。で、お互いに相手を探し求めてるやん。男女で、幼馴染で、もう双子みたいなもんやん俺ら。いや、前動画で会ったよ。でもよくさ、言うよね、好きになる人ってさ、自分に似てる人だね。そういうことか。そういうことかも。原神的にもキャラ可愛いけどさ、あんたの原神での推しキャラって誰なの？朝見せたさ、画像のカウンちゃん。あ、これか。角生えてる。角が可愛いと。これな、先住の血が流れてるんだよ。先住の血？しかもね、3000年前の魔人戦争に参戦してる。そうなんだ。はい、参戦。詳しいな。この子さ、何歳だと思う？年齢？うん、まあ可愛らしいから、まあ18とか。30歳だよ。なるほどね、まあじゃあ愛があるんだね。ちなみにね、俺好きなキャラ実は。ちなみにね、白髪一本出てるよ。誰？プータオ。ちょっとね、幼い感じになる。可愛い。やっぱなんか、幼い子供が好きなんだ。それはちょっと語弊が生まれるからね。そんなことはない。なんか変な音するね。あった？終わる？俺ら終わった。痛い？鳥たちが逃げてったよ。鳥たちが逃げてった。とりあえずじゃあ行きましょうか。ごちそうか。ごちそうさまでした。おかつね、うん、あの江ノ島も行きたかったけどね、うん、池袋でやってる原神のイベントも行きたかった。あ、いろんなとこ行きたいね。行きたかったの。展示会とかやっててね、うん、カウンちゃんとツーショットれたりするの。あ、そうなんだ。そう、そのフォトスポットも行きたかった。そうだね。まあ、とりあえず江ノ島来れてよかったんじゃん。ね、なんか頭に降ってきたんだけど。ん？これのんこちゃん？天気がちょっとおかしいかも。とりあえず探しに行かないと、うん、真逆へと行きましょうか。なんかこの時間ほんと涼しいし気持ちいいね。ちょうどいいかもね。ほんと楽しかったな。いっぱい食べたね。いやもう満腹よ。連れてきてくれてありがとう。どういたしまして。仲良し。小学生向けチャンネル。帰りは階段だ。エスカレーターで上がってきた分もしかして全部階段で降りなくちゃいけない。結構大変だね。行きましょうか。これさっき見たとこだよ。めっちゃ綺麗だね。でもね、この綺麗さでも綺麗なのが世の中に存在するの。待って。何？あれだね。何何何？どれ？ん？あれ？あれじゃない？あれ？写真のやつ？あれだ。あれか？え、本当にあれ？なんか光ってるんですけど。あれだな。あれじゃん。あそこまでどうやって行く？一旦でも平面まで降りなきゃ。平面って言わないよ。じゃあ降りましょうか一回。で、続きは？あ、もう忘れた。行こう。なんかおばあちゃん家来たみたい。おばあちゃんちの匂いする。いや、ひいおばあちゃんちの匂いする。どっちでもええて。ひいおばあちゃんの名前何？知らない。死ぬ前に死んだ。ごめんなさい。いや、謝るな。見て。ん？一足の靴。何これ？中に靴下入ってる。怖い。怖い。
取り残された。神隠し、いや神隠しやとしたら片方しかの履いてないヤバいやつが神隠しされてるから当然やと思う。見てあの光、肝落ちてきてさ、怖い街に思えてきた。商店街戻ってきましたね、最初の戻ってきた。じゃあこっちじゃなかったということで、とりあえず平地に降りよう。一旦降りていきます。前回僕たちが来たのは3年前とか多分そんなもんだと思うんですけど、このあと確か温泉行ったんや。温泉行って泊まったんや。泊まった。でしかも泊まりのホテルも俺が失敗したせいで予約できてなかったんで、急いでさこの時間ぐらいから電話かけて、もしもし今ちょっと江ノ島で空いてるホテルないですかみたいな、いろんなとこ電話したら、まあ、1軒だけあって、綺麗だったよね、はい、なんかさ夜にさ、うん、宮城くんとさ江ノ島から本州、うん、に行って、うん、コンビニでなんかお菓子買って、あ買ったね。江ノ島終わり終わんないよ。さっき見えたとこに行ってみよう。向こう側行ってみますか。じゃあちょっと歩いて、なんかもう終わりだね、お店全部閉まってる。もうこんな時間なのか。 YouTuber とかやってると、あ、あれですよ、モカチだ。モカチだ。なんか嬉しいよね、あれモカチって言ったらモカチになるのがしょうがない。もう今さ、日本の国民の中でうんちに並ぶモカチになってる。ねえ、うんちとモカチ、そこまでは知名度ないまだ。まあうんちではない。じゃあお前うんちいいかな。もう一人行く。おい、うんち、あ、間違えた、モカチ、おい、早歩きオタク。いやあれじゃない、あれだね、どれ、すごいよ。待って、綺麗すぎる。水平線ちゃうよ、これ水平線やで。綺麗すぎている。綺麗すぎている。でもなんか潮の風もやばいね。めっちゃ海の匂いする。風が強すぎる。ちょっとね、風が、写真を撮れるビジュアルにはなれないかもしれない。ああ、これもう全く同じなんじゃない、ここで。あ、もう一緒。ごめん、顔は全然ちゃうわ。顔、満月すぎている。多分、こっちだな、どっちかっていうと。すごい速そう。お、行けました。聖地巡礼完了。ね、どういたしまして、ちょっと思った以上に風強いですけど、なんか本当に外れで、あの人も全然少ないし、あの風も気持ちいいわ。で海も綺麗、本当にいい場所ね。思い出になりそうだなここね。ありがとう、うん、お茶こそありがとう、来てくれて。ありがとう、来てくれて。でも結構まるまる一日楽しんだくない？楽しんだね。風やばい。え、顔丸すぎるよ。なんかね、結構ね、生まれた時は丸なんです。朝は結構あの大変だね。あー、なんかジメジメするね。潮の風がすごいですけど、ビーチ行かな。あ、確かにちょっとは寄っていきたいな。ビーチから。一瞬だ。行か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 行くぞ、走っていくぞ。よし、ついてこい。海行きました。なんかすごいね、海の家がすごいさ、しっかりしてんの、なんか全部ね、楽しそうだね。もう俺はここでちなみに遊ぶ元気はない。すごい陽キャすぎてる、ちょっと俺らにはちょっときついな、この空間。おー、すげー、海だ、綺麗だね。なんかでも水着の人とかいないね。確かに、なんかサーフィンか観光客か、うん、やばいね、気持ちいいね、やばすぎるね。見て、え、ほんとだ、足、あー、危ない危ない、私の足跡消された。あら、うぇい、イエーイ、おお、危ない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 、泳ぎたいな、これな。海遊びしたかったね。帰りますか。帰るか、楽しかった。一旦帰りましょう。バイバーイ。江ノ島バイバーイ。あっちにバイバイしてるのか。さっきも俺がいた島が向こうだからね。あれ、バイバーイ。全然違うね。楽しかったね。行きましょうか。シュガー集合です。何、お風呂上がりなんだけど。一昨日はですね、江ノ島お疲れ様でした。楽しかったね。はい、楽しかったね。いや、怖いって。あれあれか、2日経ちました、僕たち、うん、でですね、こちら段ボール、私これ購入してきました。何、何だと思いますか、これ。段ボール、ただの段ボールじゃないですよ。中に何か入ってますけど。シラス。シラスじゃない、マグロ。江ノ島に関わるものではない。あなた言ってたじゃないですか、原神が好きだって、うん、なんで私、なんと原神グッズ買ってきました。買いに行ってくれた。買いに来ましたよ。特別ですよ、これ。
なにこれ、なんとですね、2万円分購入してきました。そんなにそんなにいいの？いや、よくないよ。でも好きって言ったから、まあいいかなって。え、ありがとう。ちょっとね、まあいろいろあるんですけど、え、なんかすごい、あれみたい、プレゼントボックス。そう、プレゼントボックスみたいになってて、この間、江ノ島で写真撮りに行ったカウちゃん、カウちゃんのグッズばっかなんで、ちょっと見てください、はい、どうぞ。大変だったからこんだけ持ってくるんだ。え、そうだよね、うん、かわいい。クリアファイルだ。まずこちら、なんとクリアファイルです。かわいい。これがカウンちゃんのクリアファイルで、で、こっち側はですね、これがダイヤ。おお。クリアアニメ。あ、そうそうそうです。クリアだ。そう、お前全部知ってる。あ、この子好きなの、うんうん、肉球でかわいい。肉球かわいいね、確かにな、うん、とりあえずあげます。ありがとう。え、これは何、チョイスしてくれたの？そうだよ、俺チョイスだよ。これ好きかなって思ってくれたってこと？お前、きっと選んだ。ごめん。これ何？あ、これしょっぱ？あ、そうだね、これかわいい。紙袋みたいな感じで、まあ、使ってくださいって言って。かわいい。じゃあここに入れてください。しょっぱじゃん。2万円分だからね、まだまだ結構あるよ。これなんだろう、マグカップって書いてある。そう。えらい、これかわいい。ご飯だ。これめっちゃかわいい。お揃いやん。そう、お揃いにしようと思って。え、これかわいい。めっちゃかわいい。あんたいつもさ、朝なんかお湯沸かして、私お湯飲んでる、マグカップで飲んでるじゃないですか。それ用にと思って。え、ありがとう。で、これにね、これ何、はい、え、いいじゃん。こういう風に乗っけられるマグカップのコースター。コースターです。え、いいやん、これで一緒に飲もう。かわいい。お揃い買ってくるとか可愛くない？普通に自分ではないね。なんか新婚みたい。違う、新婚だよな、違うけどな。原神進行。じゃあちょっと最下経験して。原神進行。これとかそのね、元素をモチーフにしたグッズなんですよ。かわいい。もう一回こっち使おう。お肉使うわ。あんたこっちな。はい。楽しい、めっちゃ。アクスタじゃん。見て、これ写真のアクスタ。かわいい。後で飾ろう。かわいいやろ。うん、かわいい。私たちがかわいい。ビビビビビ、ありがとう。やばすぎる。え、なにこれ、なにこれ。これはですね、マルチプレイマットです。なにマルチプレイマットって。このね、マウスとかさ、置いてさ、ゲームしてくださいね。え、いいじゃん。そういうものなんですよ。はい、こんな感じ。すごい、めっちゃいいじゃん。これ、みやびこれ使ってよ。これ、マジ良さそうだろ、これね、かわいい。まあ、正直、すいません、これ自分用です。滑りがいいね。うん、でもマウスパッドにしたい。なんかパソコンほら、ここだよ、だってここほら。え、だからパソコン取ったの。すごい。こんなカマメはいなかったけど、潮風だったらもっと、あと、もっと風強かったからこんな美女保てないね。行ったからわかる。かわいい。はい、次行きましょう。これめっちゃかわいい。デフォルメされてるよ。よいしょー。はい。かわいい。目がちゃんと赤い。かわいい。枕にしてください。これここに落ちたら絶対みんなこれ枕にするでしょ。かわいい、ありがとう。カウンちゃんのこれはクッションでした。使わないでな、そんな。これは T シャツ。あ、これ T シャツだよ。かわいい。かわいい色もいいね。なんかさ、これ外で無難に全然着れるし、全然着れる、めっちゃいいなと思って買いました。ダンスのレッスン着に使おう。あ、いいね。うん、ちょっと着てみて。ちょっとお待ちよ。着替えました。バイバイ。いいじゃん、めっちゃいいやん。なんかぴったりサイズ。お、かわいい。ほこりが。あとちょっと気になる。かわいい、うん、色も。かわいい。だから宮井くん水色着てるもか好きでしょ。だからこれにしたの。ありがとう。カムちゃんが水色だったから。怖い。当たったよ。今当たったよ。やめなさい。ここも最後ですよ。これはキララちゃん。これキララ？キラってる？もしかしてさ、キララ美味しい？いや、まあ俺が可愛いなと思うの買ってきたってわけだから、あんまりよく分かってない。なにこれ、でかっ。なんとこちらバスタオルですね。かわいい。すげえでかいなと思った以上でかかったわね。めっちゃでかい。かわいい。めっちゃ可愛くない？猫みたいな顔してて。これ良くないですか、バスタオル。これもか、明日お風呂上がり使おう。ありがとう。いやいや、嬉しい。以上でございます。ありがとう。どうですか、楽しかった開封。ほんと、ちょっと使って。本当に使う。これ2万5000分ぐらいですよ、大体。2万5000分をあげるってなかなかないよ。ありがとう。あと2万5000返してくれてもいいよ。いや、行きたいって言ってたじゃん、東京のイベント、うん、もうだからかわいそうだなと思って。そうそうそう、予定が合わない、行けてない。だから俺が代わりに買ってきたり、うん、
ありがとう。かき集めました。するな。どうぞ。はい。てな感じですね。まあ原神ちょっと俺もやろうかな。やろ。なんか暇な時。なんか無理やり政治巡礼させられて。ちょっと興味あるたでしょ。別にこれキャラの話ずっとしてるけど、そもそもこれゲームだから普通に。うん、普通にゲームとして面白いって。で、俺の友達も結構ハマってんだよ。友達いんの？ぜひですね、皆さんもあの原神ね、これで興味持った人いれば、僕概要欄に原神の URL 貼っておきますんで。死語デッキ。ぜひですね、プレイしてみてください。で、なんとですね、東京でのイベントうんぬん言ってましたけど、今東京エリアの当日券っていうのがね、発売中なんですよ、うん、これ僕調べたんですけど、うん、で、後日大阪でもこの展覧会のイベントって開催される予定なんだって。すげー、大人気。すごいね、ゲームが展覧会やるって。大人気。本当にすごいと思うんだけど、それもですね、気になる人はぜひ概要欄チェックの方お願いします。お願いします。いや、よかった、喜んでくれてね。ありがとう。よし、じゃあもう満足だし、行きましょう。よしよしよし。いや、そんなか展示みたいなやめて。